ません、お怪我はありませんか？多分、少しすりむいただけです。本当にすいませんでした。あの、失礼します。連絡先を教えてもらえませんか？何かあった時のために。ですよね。じゃあ、もし後で大きな怪我が見つかったら、ここに連絡ください。お兄さん、占いちょっと見ていかない？はい。最悪。おい、気をつけろ。あ、すいません、靴を。あの、失礼します。お前これ、犬の糞じゃねえのか？あ、すいません、さっきそこで踏んでしまって、そのクリーニング代払います。あ、財布。お前、靴をどうやってクリーニングすんだバカ。弁償しろてめえ。でも3万円必ず払ってもらうからな。3万？僕今持ち合わせがなくて。電話番号教えろ。俺は今急ぎの用があるから行かなきゃならんが、後で必ず連絡するからな。はい。あんた本当についてないな。はあ。いや、私は占い師をしていてな。よかったらお前さんの運勢を占ってやろうか。物事がうまくいくようにアドバイスできるかもしれんぞ。いや、興味ないんです。まあまあ、そう言うな。金は後でもいい。懐に余裕ができた時に払ってくれればいい。もちろん当たらなければ金はいらん。開運グッズなども売りはせん。じゃあ今はタダで見てくれるってことですか？そういうことだ。興味湧いてきただろう。じゃあお願いします。見るのは手相かなんかですか？実はもう見ておる。私は人相で大体のことが見れるんじゃ。で、どうなんですか？お前さんはまさに今日が天気に来ておってな。お前さんの選択によって明日から運命が劇的に良くなる。ただ選択を間違えればお前さんには人生で最大の悲劇が訪れる。選択ってどういうことですか？心配するな。実に簡単なことだ。お前さんは今日一日、人から依頼されたり質問されたことに対して全てイエスを選択することだ。間違ってもノーと言ったり否定することを使ってはならん。それだけですか？そうだ。本当かな？おい、気をつけろ。もう一度言っとくが、ノーを選択すれば災いが身に降りかかる。イエスを選択すれば道が開ける。試してみるか。今から私が指示することに対して拒否する行動をとってみろ。はあ。よし、今立っているその場から3歩下がる。お断りします。せな。いや、おい、気をつけろ。とにかく今日は一日はいと答えて乗り切ることだ。そんなに不安そうな顔をするな。人生は選択の連続だ。無数の選択肢を選ばなければならない日常のことを思えば、お前さんは二択の中からただ一つはいを選べばいいだけなんだ。こんな簡単なことはないぞ。はい、そうですね。いい答えだ。じゃあ頑張れよ。また会おう。今日は家でおとなしくしていた方が良さそうだな。電話だ。公衆電話から。やっぱ出た方がいいのかな。もしもし、
おい、うんこやろうか。はい。で、さっきの実は今すぐ来てほしい。来てくれた弁償の話はチャラにしちゃうから。あ、はい。場所はどこですか？三丁目二番地、公衆電話だ。急げ、うんこやろう。あ、はい。マジかよ。おい、あの、よく来てくれたな。早速だが頼まれてほしい。この荷物をこの先の会計事務所に届けてほしい。それだけだ。どうした？あの、その前に理由を伺ってもいいですか？いや、理由は聞くな。中身も聞くな。怪しいと思うだろうが、危険なことじゃない。ただこの荷物を届けるだけ。やってくれるか？お前さんは今日一日、人から依頼されたり質問されたことに対して全てイエスを選択することだ。間違ってもノーと言ったり否定することを使ってはならん。はい。それで靴の件はチャラですね。そうか、やってくれるか？中には必ず人がいる。出てくるまで呼び鈴を押し続けろ。はい。俺はここで待ってるから行ってこい。爆弾じゃないだろうな。あれ？いねえの？すいません。お届け物でーす。これ、お届けも…じゃあお前に引こうか。こいつはお前の仲間か？いいえ、知りません。今日初めて会った人。ふざけるな！知らねえのにどうやってここまで来た！お前さんは今日一日、人から依頼されたり質問されたことに対して全てイエスを選択することだ。ぶつくさいってやがる！もう一度聞くぞ。こいつはお前の仲間か？はい。無理ありませんが。録音してたってことは回収しなきゃならんってことだ。他にも仲間いるんだろう？はい。外の公衆電話の前で僕が戻るのを待ってます。よし、その間抜けを連れてきて正体を明かせ。行ってこい。開けてくれてありがとうよ。
大丈夫か？なんとか。遅かったっすよ。準備に手間取ってな。よくやった、お手柄だぞ。安心しろ、俺たちは麻薬捜査官でこいつら追ってた。潜入捜査がバレて危なかったが、お前のおかげで助かった。盗聴器をお前の襟に仕込ませてもらったぞ。そうか、やってくれるか？中には必ず人がいる。出てくるまで呼び鈴を押し続けろ。俺の字を返しやがれ。金はどこだ？このバッグの中ですよ。ご苦労。お、玉切れか。おい、向こうやろ、持っててくれ。はい。おいおい、何してくれてんだよ。俺の相棒撃っちまうなんて。何言ってるんですか？分かるだろ、お前が俺の相棒撃ったってことになるんだ。銃に指紋もついてる。お前が金を持って逃げたことにすりゃ俺は丸儲けだ。このアホが俺の指示も聞かずに銃を持ち込んで見つかったせいで予定が狂いかけたが、お前のおかげでうまくいった。何も言わずその銃を持って出てってくれ。この部屋からお前の指紋が発見され捜査の手配をされるが、お前に前科もなく、これから警察に厄介になることもなければ捕まることもない。なあ、ここは罪をかぶっておとなしく俺の言うことを聞いとけ。やだ、僕は殺せない。濡れ衣を連れるなんてごめんだ。はい、わかりました。分かってくれたか？それじゃゆっくり玄関に向かえ。怪しい動きをしたら即座に撃ち殺すからな。これって俺に運が向いてきたってことなのかも。待て。あんた、報酬を受け取りに来たぞ。何のことですか？言っただろ、懐に余裕ができた時に払ってくれればいいと。私の占いが当たって金が手に入ったんだろ。さあ、そのカバンをよこしなさい。答えを間違えた時の責任は取れん。いい答えだ。どうせこの金は汚れた金だ。これを使った途端に警察に捕まるのがオチだったろうよ。この金は私が洗浄して有効利用してやる。あんた、あいつらとグルだったのか？あいつらって誰のことだ？私はただの占い師。はっきりしてるのは、私の人生の中で今日が最高の金運だったという意味です。お前さんと出会ったのも運命だ。僕が怖い目に遭うのも、金を失うのも運命ですか？私のことを信じたお前さんのためにいいことをしてみた。まず私の占いは本当、今日の24時までイエスを選択し続けることで明日からの人生は劇的に開ける。だがこれは所詮ただの占いだ。お前さんの人生を決定するのはあくまでお前さん自身の選択一つにかかっている。運命は変えられんが、全てにおいてお前さんの選択が今後の運勢を決定する。イエスを選択するのもノーを選択するのも占いの力ではなくお前さんの意思の問題だ。それを忘れるな。はい。じゃあな。おい、散歩下がれ。なんか騙されてる気もするけど、念のため今日は家に帰っておとなしくしようかな。
電話だ。誰だ？もしもし。あ、もしもし。先ほど通りでぶつかったものですが。ああ、どうされましたか？もしかして大きな怪我でも見つかりましたか？直接会ってお話したいことがあるんですけど、今から大丈夫ですか？今からですか？はい。さっきの場所でお待ちしてます。いいですか？わかりました。すぐに行きます。お待たせしました。いえ、突然お呼びして申し訳ありません。いえいえ、それでお話って。実は今日ぶつかったのは偶然じゃないんです。え？というと？お話しするきっかけが欲しくて軽くぶつかるつもりだったのに、私ドジだからあんなに激しくこけちゃって。はあ。変な女と思われるかもしれませんけど、今日占いの先生に意中の人に告白するには今日しかないって言われて、いつもは引っ込み思案なんですけど、今日は勇気を出して思いをお伝えしようと思ったんです。それってつまり？あなたのことが好きになってしまいました。こんな私ですけど、お付き合いしてもらえませんか？怒られんぞマジで。